アイテムドロップしなかっただけなのかな。本当に落ちたのかな。落ちて海だと、消滅するの？その赤バッテンがつけれないから、ああ、そもそもが海っね。て。ああ、ドラウナーと一緒ね。そう。そんなことってあるのかな。まあでもな、ゼロじゃないか。じゃあ、下まで吊るしかないんだな。どうすりゃ吊れんのかな。ちゃんとドロップポイントが地上になるように殺す。一回竹取って階段で、はしごでまた降りていきゃいいか。そうすりゃ一応竹が来たままで来るかな。それか普通に今から下降りて跳ね橋のところで待ってれば、あそこで襲われたじゃん一回。まあ一回襲われたね。あそこで待ってんじゃん。そうか。でもう一回上戻って、上行ってアイテム回収してすぐ降りる。ああ、人のね。人のやつは別だから。これね。それは取るじゃん。ひどい匂いだ。ロードね。もうさ どっちか成功させようよ、せめて。もうさ、もうマジで割と本当俺薬切れてきて辛いんだけど 体が。疲れ果てキングオブ・ザ・シリは沼で倒れた。村人に発生させたこの頃、ベレンの了承に取るボタンがバツボタンなんだよ、このゲーム。男爵はシリを預かり、看病した後、ノ帰れるけどね、オプションでね。これはひどい。なんで転がってストーンと落ちてる。何回落ちてんだよ、ここで。なんでこだわっちゃったかね、これね。途中でね、まあいいかっつって言うときは、2時間早く家帰れたかもしれないね、これね。もう、本当にひどい。まあでも来週になったら来週ここ行ってないよ、そう多分。ね。そういう意味では、春燕上質は取れてないルートだよ。多分来週に伸びてたら。確かに今日やったから、やったから春燕上質を取ってる取っけどたっっていうルートではあるってい春燕上質は確かにすごく大きい。これはひどい。さあ、じゃあ安全策で下行ってワイパン倒してから上のやつ取りますか。倒さないともしかして出ない？かもね。それっぽいな、これ。これダメだな。危ない。撤収。じゃあ下におびき出そう。これバツ出ねえかな。これあれか、戦闘始まってっからバツ出ない。降りよう。一瞬はいいですか。楽だよ、その方が。終わったこと。降りよう、普通に。ジャンプで、ピョンって。これ多分ね、ああ、ここは大丈夫か。こっちだっけ？そうだね。ここだ。で、そこで戦う。キーボードだよね。なんか違うの竹ってんと。あ、いや、あいいや、つあ、そっちの部屋入ってないね。あれ？ここ入ってない？あ、来た。来た。よしよし、倒せ。あんま海側で倒海す側でやるといけないから、こいつを壁に持ってっそうて、そうそう、壁側で壁攻めでうまく調節しないといけないから。あと自分も落ちちゃダメだからね。はい、ガンガン切って、はい、ガンガン切って。ここ怖い、怖い。ドロップしねえ、こいつ。こいつしてないよね、こいつ。ドロップしねえ的じゃねえ、多分。ここはさすがにドロップしてないでしょ。してない。それか、ドロップ運があまりにもないかだけど、そこ登れるな。そう、今どこ登れるんだよ。この部屋は見たね。そう、ここを見て、この上を見てないんだ見てないね。で、多分それが本当の宝だな、これ。そうだね。ああ、ここだ。青いの出あてるあったあったあった。一回な。え？砥石。強くなって戦いますよってことか。
お、グリフィンディドラの剣じゃねえか。マジか。うん、あとクエスト制作メモ、グリフィン流派のやつだったのね、ここ。で、また屋上まで登って、あの死体回収してくるかい。ここだよね。ここの多分、あれだよね。その、そう、マスターが。そうそう、監修が。ワイバーンドロップしない。え、普通に、はい、単純に運がないんだって。いいかいやって、マジかよ。どうせし、せっかくワイバーン倒したのにね。まあ、しょうがない、しょうがない。運だって言うんだったら、まあ、そこはしょうがねえわ、うん。出るまでやろう、ホトドギスではないので。うんうん、そう、なんか変な疑惑。でも何回ため、何回も試したけど、ドロップないって言ってる人もいるから。え、本当によくわかんないね。あ、これやっぱ倒さないとダメなんだ。はい、戦闘になっちゃうからね。じゃあ拾ったちょっと道具とかを品定めしてみるかい。お前消えた。この辺だな。装備的にはそうでもないのか。銃。今のの方が強いか。グリフィン流派の剣が作れるかもしれないよ。ああ、そうね、うん、今取ったレシピでね。そう、いやー、いろんなものは取ったけど、ね、いいのはないですね、うん、ないですね、これはないです。レシピだな。 あれいつ取ったこれ、あれそれ今持ってるやつの方が強いでしょ。ああ、本当だ、うん、あれこれ単純にどっか手に入れただけか、うん、何にもないですね。でクエストが一応、はいはい、出てるです。制作メモ、はい、何これ、二箇所なんとかで、ウィッチャー東大で何か、元にして読んだ、うん、でクエストが出たってこと、グリフィン流派装備探しと。ああ、これね、なるほどね、これだ。あれ6分残ってなったっけ。うん、あと1個見つけたらもうグリフィン流派の装備全部コンプですよ。いつの間に、うん、で、装備レシピ見てみる。装備レシピで大百科、これね、そうで、上から行って、上から行った方がいいのか。グリフィン流派の剣上質、ああれさっき取ったよね、下段がね。ああ、こっちだ、あとあったあったあった、あ、作れる、しかも装備で11、うわぁ、つえ、あ、攻撃力45も上がるこれは作るしかないじゃん。作るしかないのか、うん、じゃあ、じゃあ、オクセンフルト行こう。だって、これじゃないもん。うん、作るしかないな、うん、作んのは別にもうあれだけ来週でいいんだけど、うんうん、嫁のためのブーツが作れるようになったんだ。さっき取ったハーピーってすげえ強えんだけど、レベル高いけど強いね。レベル高い剣の中ですげえんだけど、なんかこれ本当だ427くらい、523ってどういうことや、うん、レベル37ですよ、そのぐらいでってことや、ね、そんなもんってことなのか。しかも作れるっていうね、今の時点でね。そうそうすごいねこれ。多分素材が安価なんだけど、うん、まあまあ強いみたいな感じかね。ユミリティのルビー、あ、ルビー使うから割と高いは高い。このレベルになってたらルビーなんていくらでも買えるでしょうよ。あ、レベル37とか、ウィッチャーでレベル37とかもゲームエンディング見た後ですよ。ああ、そうか、37か、うん、なるほどね。そっかそっか、なんか言ってたね、んなこと。いや、戻るか。じゃあショートカットの橋渡って、うん、ファストトラベルで、うん、オクセンフルト行ってグリフィン流派の剣作って装備して終わるか、うん、今ここでセーブして終わるか。いや、さすがに階段は降りるけど、うん、あれ、あ、ここでファストトラベルはできるんだっけ。できる。ああ、じゃあファストトラベルしたところで終わろうか。
オクセンフルトでね。あ、いやでもここのここで終わろう。こいつこいつで終わろう。分かった。こいついるところで、で来週こいつなめで始まるから。あ、分かった。うまいとこ、うまいとこ来て。端からがいいと思うよ、アングル。こっち？いや顔が見せたい。え？逆逆。逆逆。逆逆。発信逆。カメラが逆。こっちどうぞ。それが逆なのよ。ん？どうだ。ん？こうじゃなくて？もっと上手から狙うってことよ。こっちどうぞ。そう。さあ顔が映んねんで、こいつら。上手から狙いは映るでしょ。めり込んじゃうな。この柱が邪魔なんだよな。ダメだ。とりあえずセーブしよう。あ、ダメだ。あ、ここだっていい。ここでいい。よし、じゃあ終わりますか。はい、アウト打てば動かせれるってよ、死体を。どういうこと？死体をアードで動かして。死体で動かせんのこれ、あれみたいに。うん、やってみたら動かないね。無理ですね。なんか鳩がびっくりした。動かないじゃないですか。無理ですね。それスカイリムだろそれ。はい、ということで本日のウィッチャー3ワイルドハント生放送はこの辺で終了しようと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、カメラにしてください。22時からスタートしたんで今夜中の1時ですから、3時間放送ですかね。まあまあまあそういう日もあってもいいんじゃないですか、たまにはね。終わります。ストーリー進んでない3時間だからね。まあでも正直サブクエとかああいうのやってたら逆に長くなんじゃね。まあね、ストーリーの方がまだやめ時があるからあれなんだけど。そうだね、そうだね。そう、これは、まあ、今日はハテナ巡りとサブクエやって、うん、いろんな強化アイテムだったり、うん、あのレシピだったりゲットしたんで、うん、とても強くなったと思います。レベルがやっぱ11になったのがでかいですね。グリフィン流派も作れるし、次回は剣も作れる。剣も作れるわね。で、ハルツバメの上質を取ったとかね。いろいろとありましたね。はい、まあ回復はでもハルツバメじゃなくても良くなってんだけどね、もうね。だいぶ強くなって。とはいえ、はい、はい。そんな感じです。久しぶりの NGC 3時間放送。普通の通常レギュラー放送にもかかわらずがっつり長時間、ね、久しぶりにやりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴してくださった皆さんもどうもお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ NGC からお知らせでございます。はい、2つありますので眠くなる前に最後にこれだけ聞いてください。うん、1つはですね、明日の放送です。はい、明日は金曜日なので夜10時から同じくスパイクチューンソフトから発売中のグランキングダム生放送があります。あります。ゆうきかなさんとふみいちで、グランキングダムの生放送で、4回目かな、をやりますので、4回目かぜひともお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、もう一つのお知らせです。12月の6日、日曜日に開催される、スタジオエドフミ主催の NGC、イベント NGC 大忘年会2015、今年が正念場だな。こちらの物販についてなんですけれども、うん、スタジオエドフミオフィシャルオウンドに行くとその情報載ってますが、うん、もしくは今運営コメントリンク先に載ってますけれども、うんうんうん、チケットを持っていない方でも